長友先生まだ早いっすよ。先生、うん、長友先生。高橋さん、高橋さん。先生、名前のたすきダメっすよ。それで、名前のたすき。あの交番があるからそちらに行ってきたら。あ、すいません、まだちょっと早い。まだ25日まで。25日待たないといけないです。うん。あの、なんか気になったら、交番さんに言えばいいと思うんですね。そこにあるから。でもこれ、まあ一応ね、口頭でも言わないといけないと思うんですね。口頭でも一応ね、言わないといけないと思ってる。田中智先生。聞いたから。はい。田中智先生。ちょっと政治活動なんで、うん、ちょっと妨害しないでくれ。うん、でも、あの、名前のたすきはね、ちょっと243条違反だと思うんで、うん、そのね、ダメだと思いますよ。もう、あれでしょ、はい、言ったんでしょ。あそこに。もう言ってみてよ。うん。田中智子先生、なんか一言ないですか。それ言ってきたら、交番の方に。田中智子先生。そこに交番があるから。もう画像は撮ったわけでしょ。それで、あちらに交番があるので、どうですかっていうふうに言っていただければいいんじゃないでしょうか。今お話ししてるので、いや、あの普通にね、あの演説は僕全然いいと思うんですよ。うん、でも、うん、あれ普通にね、あの例えば共産党とか本人とかつければ別に僕来ないんですよ。うんうん、だからでも名前入りはダメじゃないですか。うん、そうなの。そうそう。うん、ね、だから戦艦とか交番があるから、だから今本人ってつければ別に僕もう行きますよ。もう帰りますよ。あなたは行政機関じゃないので、だから、それが問題があるっていうんだったら、交番なりね、あれに一般市民はそういう、ね、そういう自由がありますから、意見を言う自由がありますからね。うん、意見は言う自由があるけども、今、政治洗脳する自由もあるわけね、だからお話をしてるわけだから、うんうん、それでこれは問題じゃないかったら、うん、あのそこに交番さんもあるわけだから、うん、言っていただければいいと思います。うんすみません、名前入りのたすきしてますけど、はい、名前入りのたすきしてます。ハリーポーだと思ってる。選挙活動なんで、都議会選挙あるじゃないですか。多分その関係だと思います、ね。もう243条違反で名前入りのたすきは一歩手になってるんですよ。ああ、なるほどですね。はい、あの本人とか共産党っていうのはいいんですけども、はい、名前入りっていうのは25日からもうダメなんです。25日から OK か。だからなんか注意してもらえれば。なるほどなるほど、うん、分かりました。注意してもらえれば僕帰ります。あ、了解です。ちょっと待ってください、はい、お待たせしました。あ、はい、今ちょっとその確認取ったんですけれども、一旦私の方は動画やめてもらっていいですか。あ、顔写してない。で確認取ったんですけれども、はい、今は個人名のタスクをしてるっていうことは、はい、今あの上院の選挙対策とかも全然そう反復はしてると、うん、でそれでどうしようかってことで、うん、対応はしていくっていうことなの で、うん、でちょっと今の現段階ですぐここでどうこうっていうのはちょっとできないっていうことなので、うん、うちの方の警察の長警察署の、うん、その、うん、こういう選挙でもいろいろ揉め事とかあったりするとか、うん、そういうのを対応する、うん、ところに連絡をして、いや、あのその今対応して OK とは言ってないですよね。 OK っていうのその名前入りたすき OK とはそれ言ってないですよね。あ、いいですよとは言ってないです、言ってないですよね。